私の名前は相川梨沙。夫の智也とは結婚してもう10年になる。子供は小学校2年生。共働きだけど PTA 役員になってしまい忙しい日々を送っている。これをコピーしておかないと。俺も手伝うわ。まだまだアナログなのでプリントをコピーしたり、先生にわざわざ確認してもらいに学校まで行ったり、これも仕方ないことと割り切ってやっている。そんな時、妹から突然電話がかかってきた。あ、もしもし、お姉ちゃん、あさって結婚式だから来てくれる？は？あさって？なんと妹の鈴からあさってに結婚式があることを報告される。同棲してる彼氏とできちゃったから結婚するとは少し前に聞いていたものの、はがきも事前連絡も何もなく絶句してしまった。あさってって無理に決まってるじゃない、うちの子の運動会があるのよ。そう、偶然にも息子の運動会と丸かぶり。しかも私は PTA 役員でいろいろやることがある。妹の結婚式の方が大切でしょ。ふざけんじゃないわよ、非常識すぎるでしょ。もちろん欠席すると言って電話を切った。しかし30分後にはそんな妹を猫可愛がりする母から連絡が。あまりにもひどいじゃない、姉妹の結婚式よ。ひどいのはどっちなのよ、前々から言ってくれたらできることはあったのに。一生に一度なのよ。息子の運動会だって同じだよ。もうお姉ちゃんには今後何もしてあげないからね。まったく、母は昔からこうなのだ。妹が非常識なことをしても、あらあら可愛い、お姉ちゃんなんだから許してあげてばかり。うんざりしていたので、結婚と同時に連絡を取らないようにしていたほどだ。結局、結婚式は私なしで結婚。当日は非常識な姉なのよとかいろいろ言っていたようで、いとこから報告があった。一応結婚するって時にお祝いも送ったし、今回だっていくらか包んだ。それで非常識なんてよく言えるよ。私も夫も運動会で大忙しだった。それから1週間後、知らない名前の手紙が届いた。誰だろう。えらく達筆だったので気になって読むと、なんと妹の姑。どうして来てくれなかったのか。嫁がかわいそうでならない。あなたみたいな姉を持って不幸だ。この子は私たちが幸せにしますとまで書かれ、結婚式の写真まで同封されていたので不快だった。どうやら妹や母の言っていたことを鵜呑みにしたみたい。関わらないしどうでもいいや、ポイしたかったが夫がストップをかけた。まあまあ、一応残しておきなよ、何かに使えるかも。何かって何よ。こんなもの見せたところで効力がある人なんていないけどと思いつつ、夫の言う通りにしてタンスの奥に押し込んだ。そして半年後、しっかり手紙のことを忘れて日常に戻っていると、驚くべきことが分かった。義実家に顔を出しに行った時、ちょうど義母のお花の教室の友達がお茶を飲みに来ていた。こんにちは。あ、すみません、お邪魔でしたね。あらあら、いいのよ。あれ、ん、どこかで見たことがある。あれ、もしかして鈴の？そう、あの結婚写真の中に写っている方だったのだ。つまり妹の姑、あの失礼な手紙を送ってきた人だ。その言葉に妹姑も固まった。あなたって、ん、どうしたの。妹姑と義母は教室を通じての友人だったことが判明。ただ私と分かるや否や厳しい目つきになった。結婚式では。あら、お嫁さんの話聞かせてよ。私も話したいことがあります。お茶に混ざり結婚式の話になり、妹そして母と話した内容をそっくりそのまま伝えてやった。結婚式の3ヶ月前にハガキ出して出席の丸つけて当日欠席されたんですよね。いえいえ、電話で2日前に聞いたんですよ。子供の運動会があり PTA の役員だったので大変悩みましたが、義母にも相談し欠席させていただきました。そうなの。そうよ、いきなり連絡来たって大変だったのよ。実は義母にも話してたので援護射撃してくれた。もしかして結婚式のお祝いも出産のお祝いもしていないというのも。入籍した直後と結婚式の日には母に持たせましたよ。出産祝いの方は現金書き留めでお送りしたはずですが。
真っ青になって妹姑は黙り込んでしまった。義母も義母で、少し前に妹姑に嫁の妹の結婚式がと世間話ついでにどうすればいいんだろうねと妹姑に話し、対してそれはいくらなんでも非常識すぎようなんて返していたみたい。それが自分の嫁のことだと知らずに、あまりにも聞いた話と違うので戸惑う妹姑。そんなまさか。すぐに真っ赤な顔で申し訳ありませんと泣く妹姑がものすごくかわいそうになってしまった。友人の義母にも言われ、いよいよ私の方が真実だと理解してくれた。それから失礼な手紙を送ったことに対しても深々と頭を下げて謝ってきた。ごめんなさいね、何も知らずに。いえ、いいんです。そちらも嘘をつかれていたみたいだし。そのようですね。息子夫婦と話し合ってみます。どうやらこの人もともと厳しい上、結婚式の後すぐに同居したらしい。妹姑が帰った後、義母と後から来た夫と夕飯を食べて今回のことを教えた。ほら、何かがあったじゃないか。偶然よ、なんて言って苦笑いした次の日、私のスマホがけたたましくなった。はい、もしもし。何か用なの？何か用じゃないわよ、余計なことしたわね。きっとあの後家族会議にでもなったのだろう。容易に想像がつく。偶然あんたの姑と会ったから真実を教えただけでしょ。謝れとか嘘つきとかすっごい怒られたんだけど、今からでもいいから私の方が正しいって言ってよ。あんたの姑に？ははは、バカじゃないの。私の姑とも友達なんだよ。しかもお金返せとも言われたし。案の定妹は私のお祝いだけ猫ばばしていた。ちなみに結婚式の件は義弟も知ってたみたい。それで何も言わないとか似た者夫婦なのだろう。そこから芋づる式に、妹は中卒なのにそれなりにいい大学出てるとか、いろいろ嘘重ねてたのもバレたんだとか。ひどい、子供も生まれたのに DNA 鑑定しろって言ってきたんだから。何の後ろめたさもないならすればいいじゃない。もしかしてあるの？うるさい。あっちからかけてきたのに電話が切られてしまった。もう呆れて言葉がない。だがこういった連絡の後は必ず母からも電話が来るのだ。ねえ、姉妹でしょ。お姉ちゃん何とかしてあげて。結婚したばかりなのよ。あいつが重ねた嘘がバレてるだけじゃない。なんでそんな冷たいこと言うの？あのね、お母さん、あの子に起きていることは自業自得なの。都合のいい時ばっか助けてとか言ってこないでくれる？そんなに妹が大事ならお母さんが助けてあげればいいでしょ。あちらのお母さんにはちゃんと言ってるわよ。悪い子じゃない、悪気はなかったって。何開き直ってんだよと心の中で突っ込んだ。この様子だとすみませんの一言も言ってなさそう。いや、完璧に悪気あったでしょ。いつまでバカみたいにかばってんの？いい大人なんだよ。お母さんにできることは妹をしっかり叱ることでしょうが。娘の私に怒られるとは思ってなかったのか、母は電話の向こうで黙り込んでしまった。こんな当たり前のこと、もっと子供の頃に気づいてほしかったよ。ひどい、親になんて口を聞くの。何にも響かないか。まさにあの妹にしてこの母親、もう自分の母とも思いたくなくなった。私は昔からバカなことする妹の尻拭いをさせられてきたんだよ。お姉ちゃんだからって。でももう無理。母親のあんたともね。もう二度と連絡してこないでよ。介護もしないから。ちょっと。今度はこちらから電話を切ってやった。ちょっとだけ清々しい気持ちだ。すぐに妹と母親の連絡は着信拒否。これでやっと安心できる。話を聞いた夫もそれでいいと言ってくれた。私が大切なのは今の家族だもの。それからさらに時が経ち、義母がある話をしに来た。あのね、あなたの妹さんの姑さんの真央さんが息子さんと正式に謝りに来たいって言ってるんだけど、いいかしら？え？どうやら妹夫婦は離婚したらしい。全てが片付いたから私にきちんとお詫びをしたいとのことだった。ええ、いいですよ。私も同席してって言われてるから大丈夫よ。義母が連絡すると、妹姑と息子らしき人がやってきた。写真でしか見たことなかったので、妹の夫とはこれが初対面だ。もう夫婦じゃないけど。この度は誠に申し訳ありませんでした。
すみませんでした。菓子折りと私が渡したお金全額が入った封筒を渡された。非常識なことをして母にも父にも怒られ反省しました。どうやらこの元夫も両親にこっぴどく怒られた模様。きちんと謝りに来てくれただけでもよしとしよう。妹の方は最後まで反省をしていなかったらしい。ご祝儀もお姉さんの分だけでなく結構な額を懐に入れてたんです。それと子供も俺とは血がつながってなくて。妹は実は5人ほどの男と関係を持っていたのだという。その中で一番稼ぎのいいこの人に決めただけだったんだと。嘘だらけの妹についに目が覚め弁護士を挟んで離婚。たっぷり慰謝料を請求したそうだ。当たり前だが家を追い出された妹は実家に帰ったそうだが、母はともかく父が許さず。うちは母は妹にだけ甘いけど父は誰にでも厳しい。二度とうちの敷居をまたぐなと泣く母の前で追い出したんだと。そんなどうしたら。今まで働いたことがなく母に甘やかされてきた妹、ふらふらと歩いていたら夜の街でいい仕事があると簡単に誘いに乗ってしまい、風呂で働いてるという。さらにホストにわざとハマらされ借金を重ねているとかいないとか、体が使い物にならなくなるまで働かされるだろう。母も妹を追い出したことを父と揉めて離婚に。あの子をなんでひどい目に遭わすのよと最後まで子離れしなかったそうだ。だが帰る実家はもう取り壊されているし、兄弟を頼ろうとしたみたいだが、今回のことを聞いてみんなそっぽを向いた。妹のところに転がり込んでなんとか貯金を切り崩して暮らしているらしい。親子二人最後まで仲良くしていてほしいものだ。二人が帰った後、あなた縁切って正解だったわよねと言われて思わずはいって即答してしまった。あれから義母と妹姑は相変わらず同じお花の教室に通い仲良くやっているそうだ。まあそれだけが救いだと思う。私たちの方もようやく落ち着きを取り戻した。ほんと全部切って正解だな。家族だからと思ってる部分は少しだけあった。でも今回でもう煩わされることはないと思うとやっぱりほっとするのであった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。